ともきさん、名古屋リーなごみでございます。エリでございます。はい、名古屋リーでございます。はいはい。はい。今日は3月3日。はい。ひな祭り。わあ、女の子の日。ねえ。私の日かな。え。違う。違うでしょ。違うね。うちね、全くね。女っ気がなかったんですよ。うちの家族。女っ気がないと女いないでしょ。そういないのよ。男3兄弟なもんでね。じゃあやっぱりなかなかね。ひな祭りっていうよりはなんだ子供の日。そうだね。ねこいのぼりとかね。そうね。私は姉がいるので、3月3日はやっぱ母がちらし寿司を毎年作ってくれて、みんなで食べるというね。ひな様を飾ってね。やってましたよ。ああ、やっぱそういう感じだよね。今飾ってないけどね。さすがにもう飾ってませんけど。さすがにそうね。はい、昔は飾ってくれてました。でもね、やっぱり1年に1回出す。ね、おひなさま出してあげたいなという気持ちはあるんですけど。なかなかやっぱりさ、難しくってね、場所がないとか。そんなでかいのだって。そう、7段飾りだか8段飾りだかあるんですよ。あ、どんぐらいでかいのそれって。いや、大きいのよ。あ、そう。だからね、昔は和室に、もうドーンと飾ってあって。またしまうのも大変じゃない。ああ、そうね。すごい綺麗なんだけど、今はもう一番上のね、おひなさまと。おだい様。その2体をね、飾ることが多かったんですが、本当は全部飾ってあげたいなと思いますけどね。多分ね、出されてない人形たちはね。1年ずつね。髪がちょっとずつ伸びてる。怖いよ。早く出せって。怖いやめて。見れない。開けたらびっくりだよ。いやだよ、ロン毛になってる。もしかしたら1体いないかもしれない。いやだ、どこ行った。んだよ。おお、怖い。やだ、さまよい歩いてる。違う。そういう日じゃないの。怖いのやめてもらっていいですか。あ、違うんだ。違うんで。だってほらさ、子供の頃歌わなかった。明かりをつけましょう、爆弾にとかさ。何それ。知らないの。もうね、あれはね、でも。男の子だけだったのだってな。知らないよ。明かりをつけましょう爆弾にとかってさ、今思えばね、なんちゅう歌やねんそれみたいな。ひどいよね。本当にもう。なんかあんまそういうのやめてもらっていいですか。女の子の女の日なのに。本当だよね。確かに。なので今日はね、家族みんなでさ、おひなさま飾って、で眺めて、おいしいもの食べて、ああいいですね。ね、過ごしていただきたいなと思います。ちらし寿司なの？うん、ちらし寿司なんかうちはこんな特殊なちらし寿司やってるとかって多分日本全国だったらいろんなのがあったらね。多分いろんな具材を入れると思うのよ。そうね。あ、でも食べたいなやっぱりね。食べたいよねちらし寿司ね。ちらし寿司なら。うん、美味しいよね。あれ。美味しい。ね、太もも出してください。本当になんだろう、年に1回しか食べない。あ、そう。そうか。特別なものかな。そうね、確かにね。まあね、今日は3月3日ひな祭りということなので、女の子の日ね、節句の日ね、節句の日ということなんで、家族みんなで楽しんでいただければというふうに思います。またね、こうやってね、ひな祭りのね、お飾りとかね、まあさすがにここにね、ひな壇やったらね、もう私たち見えませんので。見えませんよ。見えませんし、まあ無理ですが、一応まあささやかな感じでね、いいでしょ。なんかこのなんだ、保育園みたいなこの感じがなんかいいでしょ。ねえ。保育園。もうだからもうこのね、手作り感がいいでしょ。ねえ。いいのよ、私たちにね、こう好きなようにちょっとここはね、やらせていただきますので。そうね。はい。まあ多分この季節が一番過ごしやすい季節。夏はここはちょっと難しいので。確かにね。はい。ね、この名古屋リースタジオもまたね、どんどん活躍していただいてね。季節に応じてね、ちょっとね、いろいろやっていきたいなというふうに思ってますので。はい。はい。お楽しみに。よろしくお願いします。というところで、今日はこの辺で、またラジチューブでお会いしましょう。またラジチューブ、またね。